さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのは片野桂、片野桂追いすがる、やはり片野桂先頭だ。片野桂頑張る、片野桂先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は片野水瀬、懸命に追いすがります。やはり片野桂先頭だ。残り 200m、 片野桂先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。片野桂差を広げる。2番手は片野水瀬、片野桂1着、片野桂完勝、片野桂1着、2着は片野水瀬。これは桁外れの強さだ。片野桂
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はスムースアカデミー、片野エンゼル先頭、2番手はスムースアカデミー、あと 200m、 片野エンゼル先頭だ。残り 100m、 片野エンゼル先頭、2番手はスムースアカデミー、片野エンゼル今ゴールイン。段違いの強さです。片野エンゼル1着、2着はスムースアカデミー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野エンゼル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
Oh.